にちは、ダーちゃんです。今回はじゃじゃんと、はい、スノーマンのカトラリーケースを作りました。はい、こんな感じでスプーンをいつも通りにこういう風に入れるんですけど、ちょっとねこれじゃ見えなくなるんで、まああえてこのように斜めに入れるといいかなと思います。でですね、まあ普通のカトラリーケースだけじゃなくて、まあお菓子も入れれるし、普通にガーランドにできますので、よかったら作ってみてください。まあ、あとですね、このように柄で折るとよりまた可愛くなるので、こちらもおすすめします。では今回もよろしくお願いします。始めましょう。はい、では先にこの 16mm の丸シール1枚、 8mm の丸シールと5mm の丸シールがそれぞれ2枚ずつを黒く塗りつぶします。はい、では折りたいと思います。色を上にして三角に半分に折ります。開いて回転させてまた三角に半分に折ります。はい、開いて裏返してこの向きにして四角に半分に折ります。開いて回転させてまた四角に半分に折ります。ではここをつまんで寄せるようにこのように畳んでから、この真ん中とこの上端を縁をしっかり折ります。はい、ではこの下のペラペラ1枚をこのように上に折るんですけど、ここがだいたい1センチから 1.2 センチほどで1回折ります。そしたらここをここの縁のこのところをちょっと軽く折り上げます。こんな感じで簡単に折ります。でこのままこう開いて潰し折るんですけど、その時にちょっとずらしながら、少しずつずらしながら、この縁とここのね下の縁とここのこの縁が合うようになったところで折ります。はい、こちらも同じようにします。このように立ててこういう風に、よいしょ、こうですね、こんな感じで折ります。そしたらこういうこちら向きにします。今度はそしたらここのこちらのねこの角とこの角のライン上で一回折ります。はい、そしたらちょっと軽く畳みますね。このように真ん中で折ります。はい、こちらも同じようにします。はい、では裏返してこの先ほど折ったこのあたり、このあたりから斜めにこのように折ります。こちらも同じように折ります。でちょっと確認しますね。こんな感じで、よいしょ、はい。そしたらこここの部分をちょっと一回上向けますね。上向けてちょっとこのあたり 1.5 センチあたりで一回折ります。後ろ側へ。そしたらこの角、ここの角も少し裏側へ折ります。こういう感じになります。ではこちらをここから1センチちょっとで1回折ります。はい、で1回戻して先ほど
この16ミリの丸シールをちょっとこの辺りで貼ります。ここスレスレのとこでね。で1回もう1回折ります。で裏返してここから1ミリほどで折り上げます。そしたらここちょっと三角に折りますね。よいしょ、はい、こんな感じになります。次この黒く塗った丸シールをここへ貼ります。そしたら同じように8ミリの丸シールをこの辺りに貼ります。はい、では5ミリの今度は丸シールをここへ貼ります。はい、でこのようにマスキングテープを使ってこのようにこの辺りをちょっと貼ります。そしたらねここを固定されます。はい、よいしょ、はい、出来上がりました。よかったら作ってみてください。ではまたお会いしましょう。バイバーイ。